トマトマークと。ということで今回来てくださった方はですね、青学4年間首席、おお、そこから慶応行って退学されてると。え、どういうことですか？ということで、まあ自己紹介をよろしくお願いします。お願いします。小池修と言います。今都内でスタートアップやってて、11カ国語社として YouTube やったりとか Twitter 発信したりとかいろいろやってます。肩書きねえぞ。よろしくお願いします。11カ国語一つずつ聞いても大丈夫ですか？あ、日本語多分大丈夫で、はい。日本語一番難しいですよ、マジで。まあ、英語が英検1級あるんで、多分大丈夫で。多分大丈夫ですよ。絶対大丈夫で。フランス語が大学で論文とプレゼンの発表したことある。イタリアが大学で発表したことある。で、スペインとドイツとオランダあたりが大体の会話のコミュニケーションは特に問題ない。ポルトガル語が、まあ、スペイン語はできるんで、すごい近いんですよ、ポルトガル、スペイン。ポルトガル行った時に喋ってみて、全く本命なかったんで、一応行けるんだなと思って入れてて。ロシア、アラビア、この2つは、まあ、どっちも現地でちょっと留学してたことがあって、タクシーで運転手さんと雑談したりとか、そういうのは大丈夫。最後はクロアチア語で、高3の時にクロアチアに一瞬ホームステイしたことがあって、初歩的なコミュニケーションとか、そんぐらいですね。まあ、人によってはお前それ11カ国じゃないじゃんみたいなのがあると思うんですけど、なんか僕の基準として、街に放り出された時に生きていけるもの買ったりとかタクシー呼んだりとか、その基準だとまあ11カ国いけるかな。なるほど。でもご家庭が多分すごいと思う。いいえ、とんでもないです。小学受験ですか？そうですね、青学の小学校を受験して入りました。いや、それはじゃあ幼稚園から勉強してたんですか？お受験なんで、いわゆる要はボンボンがいいやつなんで、せんべいちゃんと割ってこぼさずに食べられるかとか、畳の上でマナーをちゃんとできるかとか、そういうところ見られるんで、あんま勉強とかじゃなかったです。マナーで受験するんですか？めっちゃ記憶に残ってるのは、試験会場でハトサブレー配られて、お菓子だよーみたいな先生言うんですよ。でもめっちゃ横回って見てるんですよ。で、その時にガッタキテガッと食ったらアウト。普通にハトサブレーはなんかちゃんと割って一つずつのかけらにして、かけらごと食べるみたいなをやらされるんですよね。僕なんかは本当20歳まで鼻くそ欲しいと思ってます。ちょっと浮かないですね。初等部休業します。初等部休業します。じゃあ、まあそこで小学校はまあ6年間どういう勉強なんですかね？多分他の小学校と変わらないと思うんですけど、一個絶対違うのが道徳がないんですよ。道徳勉強してなくて、最後ばっかりですけど、道徳心がないわけじゃなくて、代わりに聖書があるんですよ。ああ、キリスト教なの。なるほど、ね。毎日お祈り、朝礼拝がありますし、給食の前に感謝の祈りを捧げて賛美歌を歌わないといけない。あ、それがもう道徳の授業の代わりなんです。そうなんです。中高もまあそんな感じですね。中学高校も他と一緒な感じなんですかね？他が分かんないんですけど。確かに確かに。どうなんだろう、なんか多分いじめとかないでしょ。あ、めっちゃありますよ。いや、あります。えぐいいじめあります。僕引き出しにうんこ入れられたことあります。初等部の時に。え、そんなマナーで入った人たちが、人間心の中って結局汚れてるんで、特になんか中途半端に小金持ちって言ったらいいのかな、分かんないけど、なんかその中途半端にお金持ったところが妬みとかなんか変な競争意識とかがあるイメージがあって、特に金持ちの子をトイレにぶっ込んでしたとこれ流せないですけど。マジっすか？あの文春で多分青学に行ってあります。じゃあ小中高ってこのエスカレートは普通に上がれるんですか？それが僕中学がバカすぎて、成績ほぼ全部赤点で態度も悪くて、中3の時の担任に、いやお前もうろくでなしだなみたいな、で多分困らず上がれないぞみたいな、ちょっと俺が何とかするから俺の言うこと聞けよみたいな。中3の時に、いやお前ちょっと走ってみたいな、毎日走って日記をつけることにしたんですよ。それでまあ先生が毎朝それ見て鼻丸書いたりコメントくれるようになって、なんかその関係が始まってちょっと楽しくなってきたんですよ。それが人生楽しいなと思った時に、先生がじゃあ同じこと勉強でやればって言われて、何やってたら最下位から3位ぐらいだったのが半分からちょい下ぐらいまで上がれたんですよ。中3ギリギリ高校に上がれる成績に引っかかってギリギリ上がれたんですよ。でまあその結果高校入ってからその時のリズムをめっちゃ身に叩き込んだ状態で英語始めたら、英語がめっちゃできるようになって、クラスもできるようになって、高校を卒業する時はクラス2番目の成績で大学進学できて、なんか中高一貫とかだったら成績めっちゃ落ちる人とかってやっぱいるんですかね？意外と内部進学生って大学での成績はいい方だったんですよ。僕のその首席の表彰の時とかも結構内部生が首席、次席、3位とかは独占していた。まあ多分これは僕の過程なんですけど、受験って
ってやっぱりものすごい労力を使うじゃないですか。でかつある程度もう決められたことをしっかりやんなきゃいけないんで、燃え尽き症候群みたいなのが発生する可能性あるかなと思って、大学入っちゃうとパッと遊んじゃってみたいな。内部の人って大学の時もそのままのペースで勉強できるから、まあしな方に入ってんのかな。なるほど、なるほど。それで大学に内部進学で入って、はい、じゃあなんかそのやりそうとか入ったんですか。人聞きが悪いな。もう卒業したから言いますけど、やりさ飲みさ言うじゃないですか、全部同じですよ。大学のサークルなんて、人間なんて酒入ったらやるんだし、サークル大好きだったんで、あのやりさとも飲みさとも言えないですけど、あのまあフットサルサークルに入ってました。なるほど、はい、なるほど。まあ、そこになんか入ってから遊びすぎて学力落ちたとかはないんですか。勉強もめっちゃ好きだったんで、めっちゃ飲むしめっちゃ遊ぶし勉強するしみたいな繰り返しだったんで、なんか他にやってたことなんかあったんですか。小学校だから社長さんになりたいと思ったんですよ。起業したかったんで、大学の時は勉強一番マジで頑張って、まあ、サークル活動はもう全部参加して副代表になって、同時にバイトやんないで自分で店舗とか企業に営業かけて、まあ、いわゆる今でインフルエンサーマーケとか集客のマーケティング支援とかなんかそういうの勝手に自分でパッケージ作って売り込んで、そのお金で生活したりとかした。すごい。で、まあ、大学1年の時は首席。そうですね。首席。いや、僕それまで首席制度って知らなかったんですよ。だけどなんか成績良くて教授とかから、お前これ首席あるかもみたいなこと言われたんで、そこからガチリ出したみたいなのがありますね。ちなみに GPA とか覚えてますか。大学の前期で指摘制度知らなくてこけてたんで、その時 3.84 ぐらいしかなくて、しかって4分の1ですか。あ、4分の1です。で、1年後期に4取って、そうです、そうです。2年また前期こけちゃって 3.9 なんとか。こけたらどれじゃない。全部じゃあ満点近く取ってるんですか。あ、そうです、そうです。ダブル A がマックスなんですけど、ダブル A 取れてないともう落としたも同然みたいな思ってたんで、僕の知人三流して全部0-0-0。そうなんです。ちなみに勉強法とかその友達と一緒にって感じですか。いや、友達は一人もいなかったスクラスで。じゃあ一人で取ってたんですか。全部一人で。すごい。ひたすら普通に時間かけて勉強するって感じですか。僕がやってた方法は録音してたんです、全授業を。授業って大体人間聞いたことってすぐ忘れるんですよ。なんで僕逆に授業自体をそんな重要視してなくて、今なんか言うんですけど、録音して外で飲み行ったりとかしましたけど、発言があるやつはもうマックスで発言したんですよ。で、テストの2週間前にそれを 1.5 倍速で2回から3回聞くんですよ。めっちゃ時間かけますね。まあでも聞くんで、飯食いながらとか電車とかでもできますし。ノートは取らない。板書しゃべってたぐらい。ノートなし。何回か聞くじゃないですか、授業を。15回分で聞きながら自分の撮った写真とかをプリントアウトして、板書に自分でメモ突き出してるんで、で、それでまあ大体分かるんですよ、何の話をしたかって。そしたら自分で期末テスト作るんですよ。そこまでやるんですか。そうなんです。で、一旦作って翌日バーって解いて自分で答え合わせっていうのをやったら、まあ、そのワンクールだけでとりあえずそのテストは大丈夫だったかな。で、卒業の時は多分 3.9 なんとかだったかな。そういえば学部は何ですか。国際政経ってところです。国際政治経済学部なんですか。いいとこ。続きだったらお金もらえる制度とかもあるんですか。あるんですよ、それが。あ、もう私立ありますね。それは最高でしたね。ちなみにどんぐらいもらえるんですか。1位が20万もらえるんですよ。あ、そんなもらえるんですね。夏にまあ20万振り込まれるんですけど、まあもう1週間とかで消えますよ。何使うんですよ、そんな。友達とクラブ行ってパーティーやってめっちゃおごったりとか。なんか青学以上に行きたいとかはなかったんですか。僕青学愛がえぐくて、もう大学のブランド自体が好きなんで、たとえ青学が例えば偏差値30だったとしてもそのままいて青学好きって言ってたと思います。ちなみにその幼稚舎とかいいじゃないですか。青学の初等部、うん、あ、初等部って幼稚園もですか。あ、幼稚園は別のところなんですよ。まあまあいいところに。バカバカ幼稚園のところなんです。御三家幼稚園って言って、若葉、志向会、小東っていう3つがあって。そこまで僕は知らなかったんでめっちゃ勉強で。そうです。ネット記事かなんか拝見したんですけど、親がその就職しないことに対して怒ってたの。あ、めっちゃ揉みましたよ、マジで。まあ親の言ってることは割と当たってたんかなって今だったと思うんですけどね。当時は就職を毛嫌いするレベルで起業しようと思ったのに、1ミリも考えてなかった。卒業してすぐ起業とかですか。大学3年の頃からスタートアップを立ち上げたりとかしてて、大学は終わり直前に抜けて自分の会社の事業を今度始めたんで、実際もう事業は持ってる状態。ああ、はい、学生社長で。そうです。まあ今珍しくないですけど。ああ、はい、そっから慶応に入られたんでしたっけ。そうなんですよ。なぜ。あれは一番まあ大きかった条件も完全好奇心で、普通にもうこのまま卒業してそのまま社会人になっちゃうのもつまんねえなーと思った時に、あ、そういえばと思って、俺受験やったことないな人生でと思って、ちょっとなんかやったことないこと試してみたかったんですよ。ああ、じゃあどれかはいけんじゃないと思って、慶応の SFC とかどうなんだろうと思って、英語と小論だったんで、その時はまあもう英語大丈夫でしたし、1級も取りましたし、卒論もちゃんとゼミで書いてたんでいけるかな
だなと思って赤本解いてみたらめっちゃいい点数が出たんで合格点余裕で超えたんであこれいけるわと思ってで見たらそれが残暑締め切りに1日前だったんでやべやべ本当とりあえずと思って残暑パッと取ってちなみに何学部ですか環境情報と総合政策両方受けましたあじゃあ SFC SFC です英語も絶対大丈夫だと思ったんで小論何せやっぱ慣れてないんでゼミの個別指導でともに電話して先生についてもらって4回だけ授業を受けました1月ですもんねそうです1月ですでも2月の受験でしょ13とか14日多分試験だと思うんですよそうなんですよですよね確か締め切りが1月29か30日かそんぐらいだったから1週間で授業そうなんです英語ほぼ勉強あんませず英語はもうノーベンです本当に2つも受かった感じですか2つも受かったと思うんですげえまあその好奇心以外にもやっぱ目的はいくつかあって優秀なエンジニアの人になりたかったっていうのと純粋に他の大学の空気感とかが気になってたのとまああともう一個が SFC の授業自体がめちゃくちゃ魅力的なもんだったんで受けたいなと思ってて卒業する気はあんまなくて普通に入って学生証だけもらってもう好きな授業を片っ端から出まくろうと思ったんですよで入ってなんかメディアでやってましたよねあのアベマの大学キングダムクソみたいな役分ボンボンの坊ちゃんみたいな慶応はちなみにどんぐらいかかってたんですかどんぐらい行ったから自然に退学って感じですかいやあれなんですよ履修届出し忘れて休学とかの手続きとかもしてなくて僕ちょっと手続きがマジで無理であそうなんですねじゃあ前期でもう履修届出しません前期は出したんだっけな多分出せました後期が出せなかったっすねああなるほど大学は1年だけ1年だけっすねアベマの収録中に退学届のメール来ましたずっとブーブーブーって鳴り続けてるんですよはいお客様休憩ですって言った時になんだよって思ったら親がブチ切れてても何取ってみたら退学届みたいな自主退学ですかね退学以外の道がないんで自主退学か強制除籍かを選んでくださいって言われてでなんか自主退学分かって TV さんで話してうわマジかよみたいな言われてやべえじゃんそれうわーって言われてプーミンも除籍してますからねあそうなんですか兄弟中退ですからあそうなんちょうど笑えよ笑えないすその時はまだ兄弟を追いにしてたその時は慶応生として出てたんですかそうなんですよそこでじゃあ慶応生じゃなくなった番組収録中に慶応の代表なのにそこからじゃあどうするんですか普通にもう企業に専念そこからもう普通にスタートアップやってますまあ今までこう明るいところばっか話したんですけど、まあ、僕やっぱ根本的にいくつか本当に苦手なのとかあって、はい、興味が結構移っちゃうんでなんか集中して成し遂げるのが意外と苦手なのと給料とかできないですよ絶対できない我慢できないです計算事が難しかったりとか、うん、書類出すのが苦手すぎたりとかでミスしまくったりとかであ確かに書類で慶応出てますもんねそうなんですよじゃあ最後ですね大学の勉強に困ってる方とか大学で何か勉強したいことある人とかにメッセージとかあれば僕ができる具体的なアドバイスってのは3つあってで、まあ、一つは形式的な授業の受け方をやめた方がいいっていうところと、まあ、もう一個が教授とはとにかく仲良くした方がいいっていうところとあと三つ目は自分の好きなこととか夢中になれることっていうことをリンクされてます、まあ、一つ目のその形式的なところで言うとみんなが思うその勉強のできる人のイメージってノートがめちゃくちゃ綺麗で授業で一言も漏らさずメモを取ってそれがハマる人ならいいと思うんですけどそれが正解ではないと思ってるんですよ逆にノートを綺麗に書いてる暇があったら普通に録音置いといてその授業の関連のワードとかウィキペディアで見とけばいいじゃないですか多分そっちの方が頭に入ってくる多いと思いますね、自分にその合った方法を見つけるのがいいと思います教授と仲良くなるっていうのは点数つける側の人間ですし教授と話すことでいろいろ開ける可能性とかあると思うんですよ最後のまあ興味のリンクとかそうですねみんな楽単取ろうとするじゃないですか あれマジでやめた方がよくて下手に楽なのって評価基準も楽なことが多いし自分の気持ちも楽になっちゃってかえって落とす可能性が高まるんでちゃんと成績を担保したいんだったらちょっとでも興味あるやつ逆に鬼対なんだ方がむしろ可能性は上がるんじゃないかなみたいなところは思ってます。今日さえも上等。わしまから兄弟の振動。今は高卒味気ない東京。狭い汚い暗い部屋の中。愛に飢えて髪の上に巻き散らす景色は香り。遺伝子も乾き。ゴミの下埋もれた無数の命。明日も街に旅に出る。学歴の中夢を探してる。